で見ていただければと思います。さあ、いよいよお返しします。2016年の最終ステージ大トリ、ドラムスの小林さんはですね、我がマダラオジャズの実行委員でありまして、この3日間、前の日からですけど、過酷な労働に耐えに耐えて、息も絶え絶えだけれど、最後の演奏は華々しく打ち死にをするという、頑張ってください。はい、スパークルです。
皆さんこんにちは、こんにちは、こんにちは。しつこいっちゅうね、はい。最後スパークルで締めさせていただいて大変申し訳ないと思うのですが、ここで6回目、震災のあった11年からステージに立たせていただいて、コビックバンドという称号をいただきまして、最後はいつもここでやらせていただけるというとても光栄な恵まれた私たちでございます。私たちスパークルをご存知の方ってどのくらいいらっしゃいますか？すごい、ありがとうございます。ドキドキ度が上がるということをしてしまいましたが、初めての方は変な人たちだなと思っていただいて結構なんですが、こんな人たちです。今日はこんな赤い、なんで赤なんだろう、中国みたいじゃないか。オリンピック皆さんご覧になりました？すごかったですよね。なんか日本の方々が皆さんすごく頑張っていらっしゃって、なんかすごい、あ、壊れた壊れた、大丈夫ですすごく頑張っている姿を見て、あ、私たちも頑張らなきゃと思ったんですが、今すごく汗をかいていてめちゃくちゃ心拍数が上がっています。この後何をするかというと、2曲続けたいのですが、あ、すいません、今の曲はデイジーフィールドという曲でして、この曲をずっとやりたいと私が言い続けていたのは、 YouTube を見る機会がすごく長かった時が、インフルエンザに初めてかかった時にとても暇だったので、ずっと見ていたらこの曲がすごく素敵だなと思って、マダラを演奏できるといいなと思ってずっと温めていました。大変なことが起きました、失礼しました。あ、トトロとか、中に入っていたの分かりましたか？ポニョとかいたの。あ、よかった。それはとてもいいお耳の人だと思います。花丸をあげます。こういうことをしているんです私たち。真ん中もイウイっていう真ん中で吹いてる楽器が、3分クッキングの曲だっけですね、おもちゃの兵隊のマーチがちょっと入ってたりとか、いろいろそういうアホなことをしながらやっていますが、今日はできるだけ真面目にやろうと思ったんですけど、どこかに入っていると思います。次2曲続けたいのですが、皆さん、私たちのバンドのコンセプトは、私たちもお客さんも一緒に楽しむという、迷惑な方もいらっしゃるかと思いますが、一緒に楽しんでいただきたいので、今はですね、お座りになってらっしゃる方は立っていただいても構わないんですが、最後は全員立たなきゃいけないということをお知らせしておきますね。まずここで、今日赤いつなぎを着ている意味を言います。なんでこういうふうにしたか、なんかいつも揃えているものがなかったので、何か揃えようよということで、で赤いつなぎを着たいと言って、ももクロみたいにって言ったら全員赤になっちゃって、みんな色がもう他になかったので、じゃあ全員赤でいこうということで、ももクロの、ライブの中でコール&レスポンスみたいな、こっちが言ってお客さんも答えるっていう真似っこするところがあるので、そこを真似しますので皆さんも真似してくださいね、お願いします。いいですか？いいですよ。ちょっと待ってね、喋りながら私はいろいろしなきゃいけなかったんだ、すいません。マイクも持っていけばいいんだよね。はい、段取りが超悪いよね今日ね。いいですか皆様、では、よろしくお願いいたします。何をするかというと、同じ真似をしてくださいね。はい、いきますよ。はいはいはい、はいはいはい、まだらを、まだだお、はいはいはい、はい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 、
ちょっと弾けなくなっちゃった。ありがとうございます。本当に2曲続けるって言ったのにね、言うの忘れちゃった。バラードなのでどうぞお座りになってお眠りになってお聴きください。Play for you をお送りします。2曲続けてマジックとプレイフォーユーでした。次いきますね。あと2曲です。もうこれは立てる人は立ってください。強制はしません。最後の曲は全員立ってください。今から行く曲は高速では絶対にかけてはいけない曲です。
さて何でしょう。あ、正解正解、ピンポンピンポンピンポン、正解、トゥルースです。トゥルースは本当にかけたら私は高速でめっちゃ、あ、おまわりさんいませんよね、おまわりさん大丈夫ですね、もう時効だからいいですよね、あのちょっとグッて踏み込んでしまう曲なので、これはいけないなって思っていつもかけています。さて、あ、出た、それはスターウォーズに出てくるやつシュッシュッって音がしないけど、ライトス、あ、ライ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 トセーバーじゃない、それが出てくるので、あの皆さん拳を上げて、あのぜひ前の皆様はお立ちになっていただけると、だし、だんだんお尻が軽くなる、だんだんお尻が軽くなる、だんだんお尻が軽くなってみんな目線が高くなる、いいぞいいぞ、いいですかね、前の人からまず立っていただきましょう、徐々に後ろにどん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 立っていくようにしたいと思います。トゥルースはじゃあもうライトセーバー出てきますので合わせてやっていただいて、あとは勝手に乗っていただければと思います。では行きますかね、はい、待って、
すごい皆さんめっちゃ跳ねてて、跳ねてるじゃないな、動いていらしてすごいびっくりして嬉しくなりました。汗かきましたか、大丈夫ですか、もうビールないですかね。これで次が最後になってしまうんですが、もうここはここの会場にいらっしゃる方全員参加ということで、お足の悪い方はお座りになったままで、ちょっと飛んでも跳ねても大丈夫だわという方はちょっとお立ちになってアキレス腱を伸ばしていただきたいのですが、ちょっとお立ちいただけるととてもみんな嬉しくなっちゃうんですけど、ああとてもみんな優しい方がいっぱいいらっしゃる。だんだんお尻がやっぱり腰が上がってきて素晴らしいです。もうこのご協力に感謝いたします。ご協力といえばこのステージを裏ってすごく支えてくださっている方がたくさんいらっしゃいます。そのスタッフの皆さんにたくさん拍手を送りたいと思います。ありがとうございます。今年もありがとうございました。本当にこうやって楽しく演奏させていただけるのも裏でたくさん動いてくださっている方々のおかげでございます。そういうことで、どういうことだ、みんなで跳ねたいと思います。では跳ねる練習をしますので、ちょっと屈伸とかいろいろねしてくださいね。いいですか、曲中で数えたことないんですけどめっちゃ跳ねます。いいですね、こうやって伸ばしてくださいね。ぴょんって跳ねるんですけど、でもね結構クッて入るので、そうですね、曲の中ではね1とか2とかで跳ねるんじゃなくて1、2、3、4ポーンって跳ねるので、1、2、3、4ポーン、あ、さすが前の方々超うまい、1、2、3とパーンみたいな、うまい。じゃあ今3分の1ぐらいだったので3分の2の方も頑張りましょう。1、2、3とパーン、あ、素晴らしい。それを感じでいきたいんですけど、よろしいでしょうか。すっごいひどいですよね、こんなやってくれとか、や何々しろとか、ひどいんです私、ごめんなさい。一番ここで新入りのくせにしてすごく一番偉そうにしているので、今日はメンバー紹介を、してから演奏したいと思います。いつもこんな変な私たちをまとめてくれているカズくん1号、昨日も今日もお疲れ様でした。ライトセーバーだ、ライフセーバーじゃないね、ライトセーバーを持ってきていた、受験も5個を盗り切れ、その後言えないからカンちゃん、青い素敵なギター、マルコからやってくる一番若くて一番頑張る人、カズくん2号、真ん中で赤を着て白いものを加えている、なんだこの人は、衣類を拭く人、大ちゃん。そして裏番長ありがとうございます。国籍は日本ですが名前はキャサリンです。 MC とキーボード、キャサリンでした。それでは最後オーメンズを行きたいと思います。さっきの分かりましたか、ワン、ツー、スリーとバーン、いきますね。それで素晴らしいです、皆さんリズム感がやっぱりさすがマダラオジャズに来ているだけあって音楽が素晴らしい。ではいきますので、皆さん大丈夫ですか、用意は OK ですか、いくぞThank you.
皆さんたくさん跳ねていただいてありがとう、あのちょっとコミックバンド。さあ続いて、あすごいね、ほらうわー、やい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 、モテ男、お花が届きました、ありがとうございました。どうやってもアンコールはできないバンドですよね、残念でした。さあ、ね、2016年も過ぎました、マダラオジャズ、ね、10周年盛り上げていただきましたね、再びね、スパークの皆さんありがとうございました。それでは、また落とし物です、はい、あの、はい、事務局このステージの裏手に置いておりますんで、なんだろう、こちらもっと前、じゃあ皆さんどうぞ、でこれから3章の発表になります、表彰式もやりますし、はい、司会陣も紹介しますから、そこでねちょっとお待ち、司会者、はい、じゃあ、3章3つの章をね選定しました、そのバンドの皆さんやら、選定された個人の方ねいらっしゃったらステージの方にお越しください。まずは昨日の夜の交流パーティーショーからいきましょうかね、はい、これはね個人なんですね、ボーカルのねじめゆりえさん、大変な、南極ビバップのドナリーのスキャットボーカルは交流パーティー会場いっぱいの音楽仲間を魅了し、サックスとの掛け合いで最高潮、拍手が鳴り止まなかったということで、飯山実行委員長より、はい、商品の授与です、ねじめゆりえさん、ロッテのガーナチョコレート1年分いう感じかしらね、はい、おめでとうございました。じゃあ一言でもいいか、後でね、実はあの司会人でもあるからね、はい、後ほど、はい、ねじめゆりえさんご苦労様ありがとうございました。では続いて、そして昨日今日とね、あちらのマダラオ高原ホテルのテラスで行われたテラスステージでの最優秀賞、いらっしゃるかな、ルーム B の皆さん、ルーム B の方いらっしゃいます、関係の方、コンボで大人のムードで、イブシギンという感じ、長野地元のバンドだったんですね、で演奏中にはもう お仲間がたくさん集まられたという、素敵なバンドだったようですよ、はい、ルーム B の方いらっしゃるかな、後ほど連絡させていただきます、はい、おめでとうございました。 AGF のコーヒーのセットですね、はい、でこれは お送りしましょうね、はい、そして、本来ならば、評論家の重鎮のね瀬川先生、瀬川正久賞を出すべきところなんですが、瀬川先生残念ながらちょっとね、お体ちょっと悪くされて、こちらに到着できなかったんです、足の方にちょっとね、お体元気らしいんですけど、マダラオジャズ賞ということで授与したいと思います、彦坂慎一郎&上野学園サックスアンサンブルの皆さんいらっしゃるかな、関係者の方いらっしゃいます、彦坂先生、上野学園の学生さんたち、はい、表彰の、中身、上野学園音楽大学学校を挙げてのマダラオジャズに対する貢献とクラシックの素養に基づいた高度なサックスアンサンブルはもう最高でしたと、ジャズではないけれどもね、これだけの新しい風を吹き込んでいただいたということで、マダラオジャズ賞、彦坂慎一郎&上野学園サックスサンプルの皆さんです、はい、商品はメルシャンのワイン、メルシャンワイン、はい、メルシャンワインが相当何十本か入ってますね、はい、それでは司会陣の皆さんどうぞ、はい、私は総合司会を10年間ずっと続けてやらさせていただきました、また来年もお会いできますように、バードマン講座でした、ありがとうございました。本日はテラスステージの方で司会を務めさせていただきました、小柳珠代と申します。今回ねいろんな私も気づくことがあって、もっともっと私自身がジャズを勉強しなきゃ皆さんにいい司会ができないなということを感じました。また来年もお会いできればいいなと思ってます。それから地元の皆さんのご協力によってこの素敵なマダラオのステージができたということを本当にありがたく思っております。またお客様がね楽しんでいただけて、そして私たちスタッフも楽しめるようなこのムードを作っております。運営陣の重鎮の方たちにね本当にお礼を言いたいと思います。ありがとうございます。また来年も会えますように、ありがとうございました。
ボーカルと司会を務めさせていただきました、舞月シエナ括弧芸名です。ありがとうございました。今年初めて の参加だったんですけれども、昨日はちょっと何でしょう、慣れないあれで疲れたんですけれども、今日はなんかもうとても楽しめたので、そして本当に皆さんが温かくですね拍手を送ってくださったりしていることにとても感激しました。そして地元のペンションの皆様、それからいろいろと、ご協力していただいた地元の方々、本当にありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。本日はこちらの、メインステージで1日 MC をさせていただいてます。昨日は、テラステージも MC させていただいてました。富木優と申します。2日間本当にありがとうございました。私も今回初めてのマダラオだったんですけれども、ちょっと正直こんなに楽しいと思っていなかったとしたらすごい失礼なんですけれども、思っていた10倍以上は楽しめたなと思っております。炎天下の中もうずっと満席で見ていただいたお客様もはじめもちろんですし、ブースの各ブースの方とかロッジの方とか、あと実行委員会の方、このマダラオの、方ですね、本当にたくさんの、一人一人の協力あっての、素敵なイベントだったと思いますので、このマダラオ今10周年ですけど20年30年と続いていけるように私も、支えていけたらいいなと思っておりますので、またよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。ボーカルと司会を、務めさせていただきましたねじめゆりえです。昨日はお昼時12時半くらいのステージ、メインステージで歌わせていただいたんですけども、本当に気持ちのいい天気の中、気持ちよく歌えてとてもいい思い出になりました。マダラオジャズフェスティバル自体も初めてでしたし、司会という、司会をするということも本当に初めてだったので、また夏のいい思い出として記憶に残ると思います。また来年も、マダラオジャズフェスティバル11回目成功、また無事開催して無事、できればなと思います。2日間スタッフの方々も皆様も、お疲れ様でした。ありがとうございました。あと交流パーティーショーありがとうございます。一気に食べるとちょっとやばいことになりそうなので、チョコレートチビチビと配りつついただきたいと思います。ありがとうございます。はい、日本ルイ・アームストロング協会山口です。昨日はあんまり昼間ビール飲めなかったんですが、今日朝10時半から一通り飲んでますんで、とっても幸せなマダラオジャズでした。来年もぜひ頑張りたいと思います。ありがとうございました。そしたらね、ライブレポートやらカメラマンでも大変でしたね。あちらこちらで締めても大丈夫ですか。はい、というわけで、じゃあこれにてですね、マダラオジャズ2016終わりにしたいと思いますが、本当皆さんのおかげで2016年も大成功に終わったということで、また来年も皆さんどうぞよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。お忘れ物のないよう最後お気をつけてお帰りください。はい、ありがとうございました。はい、そして帰りには関東のつぶを一つね、乾杯のご協力をお願いします。ね、はい、体力増強しましょう。また来年もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。さようなら。はい、お疲れ様でした。